こんにちは、速稼塾の久保です。1月31日ですね。ビジネスマンなら今日が締め日という意識を忘れてないはずですね。多くの方がビジネスを志しているのに、なんとなく時間過ぎて明日は2月かみたいな感じなんでしょうか。もう今日ね、最後の売り上げを叩き込んでいかないといけないんで、いろんなところでセールス合戦してるんではないかなと思いますし、人によっては現金回収をしてるんではないかな、いわゆる切り取りってやつですよね。ビジネスってのは何ですかね。人に喜ばれて、そして対価を得る。言ってみれば誰もがやってることのようであって、強く意識するとビジネスを志してるのに、そこにね、月末の締めっていうのに意識がない人もいると。もっと言ったらね、週末の締めとかその日の締めっていう感覚もあったり、1時間ごとの締めみたいなね、そんな感覚も、養われなければならないのかなと思いますよね。まあ日々緊急事態宣言というかね。で、吉田さんね、なんかね、その緊急事態宣言下の飲食店で、なんかその普段の売り上げがね、1万とか2万みたいなお店が、今回の6万円支給とかでなんか儲かっちゃったみたいなね、話をして喜んでる人がいますけども、ちょっとでもそれは違うかなと私は思うんですよね。6万円で確かに儲かるんだろうけど、それはね、ちょっとね、何が言いたいかっていうと、ビジネスをしているのにね、そのなんていうの、自分の商売で普段1万2万っていう売り上げをずっと甘んじてた、要するにそれお客さんに支持されてないわけなんですよね。で、お客さんに支持されてない自分の現状があるのに、もらえる6万に喜ぶっていうね、これやっぱりなんかちょっとビジネスマンとしてはちょっとこうもったいないというか、残念な、なんか思考ですよね。そもそも6万円の保証なんていらないはずですよね。だって普段1万2万とか言ってインタビュー答えてて、6万もらってなんか儲かっちゃったよみたいなこと言ってるというね、それは、ね、返還しろって話ですよね。普段の自分の売り上げとか粗利に見合った保証を受ければいい話なのに、これ幸い儲けちゃうみたいなね、ちょっと焼け太りを狙うっていう、まあそういう精神だからお客さんに受けないんでしょうね。私たちはだから一発逆転ラッキーを狙うんではなくて、いや本当にね、なんか当たり前のことを積み重ねていくだけで当たり前のような収入が手に入ると思うんですよね。当たり前って何って言ったら、商品作ってアクセス集めて集客ですよね。で、売ると。その繰り返ししかビジネスにはないんで、それだけやっときゃいいのかなと。だからビジネスを始める人がね、そもそもアクセスを取りに行ってないとかね。で、YouTube を始めれば、その再生数稼ぎかって言われてへこむとかね。再生数稼ぎに決まってんじゃんみたいな。じゃあ再生数稼ぎなのになんでね、再生数稼ぎじゃないんだったら、なんで動画の量産するんだとか、キーワード入れてるんだとか、サムネイル作るんだって話になっちゃいますよね。もちろん趣味でやってる人もいると思いますけども、少なくともビジネスですからね。そういう側面を持ってるんで、だから堂々とやってほしいなと思います。私はもう今ちょっとね、どこまでの気持ちかっていうのはだいぶもうお察するところがあると思いますけども、どうしても稼ぎたいと思ってる人がね、どうしても自分の人生変えたいと思ってる人が、その行動をやってないと、その一つが月末に意識がないというね、ダメですよ、こんなんじゃね。吉田さん、いってらっしゃい。